皆さん、こんにちは。犬ぷんチャンネル、犬ぷんです。ちょっとね、今日、急遽、動画を回させていただきました。と言いますのも、はい、こちら。僕のヒーローアカデミアの、うららかお茶子の最新スケールフィギュア予約販売が開始するという情報が入ってまいりましたので、それを皆さんにね、共有させていただければなと思います。はい。で、このフィギュアなんですけども、まあ、ちょっと前にですね、2022年の、ワンフェスという、まあ、フィギュアとかの祭典の中で展示されたというものにはなっていて、まあ、それがね、実際に採色された形で、ここは予約開始がされるということになります。で、具体的にね、その情報の方を共有させていただきたいんですけれども、はい、商品概要がこちらになります。商品名が僕のヒーローアカデミア、うららかお茶子ゼログラビティ、7分の1スケールフィギュアになります。価格が 24,750 円の税込み価格。で、サイズが高さ約280ミリ。横幅が約200ミリ、奥行きが150ミリ。の、まあそこそこね、大きなサイズのフィギュアになっています。で、原型が、ポンさんですかね。はい。で、彩色がエコシさん。という形で、制作協力がウィングさんになっています。よく注意して見ていただきたいのが、予約時期が、2022年3月26日土曜日9時から。で、一応ね、これ結構ね、予約期間が5月23日月曜日までってことになっているので、まあ2ヶ月ぐらいね、予約期間設けられているので、まあ比較的余裕を持って予約の申し込みができるのかなというふうにはなっています。で、実際に商品の発送時期が2022年の10月予定となってますので、半年ぐらい先になるのかなというイメージですね。で、予約サイトは、こちらの方、概要欄の方にも載せておきます。こちら実際はですね、台東さんが展開されているスピリテイルというブランドになりますね。はい。こちらからの発表になっております。今回の、情報がですね、スピルテイルさんの公式サイトの方からプレスリリースという形で発表されておりまして、3月26日からスピルテイルさん公式の EC サイトから、まあ、予約販売を受け付けるという形にはなってます。で、犬ぷんの、あくまで個人的なね、考察というか推測なんですけども、おそらくアニメイトだったたりとか、まあ、あとは犬ぷんがよく使うアミアミさんだったりとかっていったところでも、もしかしたらこれ発売の方が出てくるかなとは思ってます。多分アミアミさんはこのフィギュア系取り扱うことがほとんど多いので、で、アミアミさんの方ですと、おそらく、まあ、ちょっと割引された形でね、予約販売の方がされるかなとは思ってますので、ちょっとその辺をね、この3月26日以降のタイミングで、アミアミさんの方のね、サイトもね、ぜひチェックしていただければなと思います。金額がね、そこそこやっぱりするってとこもあって、まあ、こうやって結構ね、凝ったエフェクトのね、フィギュアになってますので、で、この造形自体とか彩色の具合もね、かなり凝ってるかなってイメージはあるので、まあ、金額的にはまあ納得感のあるものだとは思うんですけども、フィギュアといったらまあね、一番くじだったりとか、まあそういったとこと比較したり、まああとはプライズとかですかね。まあその辺との比較とかもあるんで、それが高いか安いかっていうところもいろいろと皆さんご検討の上ですね。ぜひ気になった方はですね、概要欄にもこのフィギュアの情報だったり販売サイトとか載せておきますので、ぜひこの機会にね、ゲットしていただければなと思います。はい。ということで今回の動画は、スピルテイルさんから発売される僕のヒーローアカデミア、うららかお茶子の7分の1スケールフィギュアのご紹介、皆様への情報共有となりました。この動画が面白いと思った方は高評価、またチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。